中継は第4競争スタートいたしました。さあ、本部前を先祖伝来の大堀相馬焼の、特徴としまして二重構造というのがあります。やはりその厚みとあと強度の、バランスが非常に大事なので、使いやすい厚さであったり長く使っていただけるような耐久性を兼ねた、作りというものを常に気をつけて作っています。二重焼きっていうのはお茶が冷めにくいっていうのと二重になってるんで手に触れても熱くない、その利点があるんですけども、お客さんに手に取っていただければなと思いますね。Thank you.